おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。甘じょっぱいタレがね、美味しいの。テリマヨチキン丼にしました。またのっけ弁。ピーマンをね、細切りするよ。そしたらさ、分量これです。もうレンチンで簡単ね。簡単でも美味しいもんね。今日はね、なんかね、昼間24度まで上がるらしい。24度といえばあったかいよね。25度からがさ、夏日だからもう一歩手前。だからね、植物のね、新芽がね、どんどん出てきてるよ。すごいの。もうそれをね、毎日眺めて、かわいいかわいい。で、去年ね、10月に水耕栽培で始めたアボガドを、いつだったかな、2月か3月頭ぐらいにね、土に植え替えたんだけど、もうね、ニョキ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 伸びてきてる。最初はなかなかもう動きがなくてさ、アボガドの種生きてんのかなと思ってたけどね、ニョキニョキ今伸びてきてる。すごい楽しいよね。で、種からさ育ててるからなお楽しい。そして今これ鶏肉ね。鶏肉は胸肉なんだけど、これは一口大のそぎ切りにするよ。そしたらね、軽く塩コショウです。両面ともね。でね、片栗粉をまぶすよ。これもね、両面まぶす。で、私はもう昨日からさ、昨日出荷しましたってメールが入ってたから、昨日からね、追跡で見てるんだけど、何回見てもさ、鹿児島は中1日置いて届くから、出荷してから2日後だからさ、金曜日に届くのは分かってんのに、何回もね、追跡を見てしまう。で、昨日か食洗機の洗剤がないことに気づいて、昨日出たから今日は出たくないからね、アマゾンでポチった。そしたら今日届くからね、あれが180粒だったから、638 3か、あ、どうだったっけ、180だったような気がする。結構ね、長持ちするしね。前もアマゾンでね、頼んだのよ、買い物行きたくなくて。もう何もかもアマゾン、大体アマゾン、あと楽天、そして、あの、洋服類は日清。日清はね、あの、まあまあ安いし、サイズが豊富だから、福岡さんにはおすすめです。で、今日はね、オムレツにしたの。卵液をザバって入れたらさ、箸でくるくるくるってして、これね、説明するのが私下手だよ。で、少しずつほら固まってきたのを真ん中に寄せてさ、真ん中に寄せながら形を整えつつ、お弁当だからもしっかり火を入れる。お家で食べるときにはね、半熟でもいいけどさ。で、もあとはくるっと巻く、何、折りたたむ、どっち、まあ、このさ、フライパンのヘリを使えばね、楽にできるよね。そろそろ完成。これでね、あの、なんだっけ、これ、ポパイオムレツ
の出来上がり。なかなか取れなかったからフライパン傾けてね、取り出した落っことさないように。でウインナーを焼いて、もうさ、今日これ最後だったのか、ウインナー3本残ってたからいっぺんに入れちゃった。あの、いつもより1本多いととても喜ぶからね。そしたらね、鶏肉を焼くよ。これ16センチのフライパンだけどね、結構何いっぱい入る、いっぱい焼ける。まあ、照りを使ってるけど焼ければいいのよ。で、裏返して、そしたらね、蓋をして1分半蒸し焼きします。で、合わせ調味料で、これをさ、しっかり絡める、煮絡める感じでね、タレをさ、煮絡めるからほんとね、ちょうどいい甘じょっぱさで、あの、ご飯が進む味付け。もうこれで、なんだったっけこれ、テリマヨチキンの出来上がり。で、詰めるよ。今日はのっけ弁だからご飯は平たく詰めてる。で、チキンをね、のっけて、もういっぱいいっぱい入れる。いっぱいいっぱいって。そしたらね、大葉で仕切って、あの、オムレツはね、一本ドカンって。無限ピーマン。これも久しぶりに作ったな、無限ピーマン。で、ウインナーね。ちょっと私の方が早かった。そしたらさ、チキンを追加してる。自分がさ、数時間前にしたことを忘れてるのよね。困ったもんだわ。で、チキンにごまをパラパラっと振って、ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日のお弁当の出来上がり。今日は甘じょっぱいタレが美味しいテリマヨチキン丼でした。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。